こんばんは。キャッシーズベストヒット TV のキャッシーです。この間は前回の続きでペンの紹介をします。はい、1回目はこれです。じゃん、みんな知ってるといっぱい使ってる人がいると思うけど、フリクションのボールペンです。フリクションのボールペン、フリクションシリーズがいっぱい出てると思うんですけど、うちはもうこれが一番好きです。これはね、あのケースの色なんですけど、青は青で、これ赤、うちは2本赤と青を使ってるんですけど、フリクションボール 0.5 って書いてあるのライトブルーです。でこれは水性です。水性のボールペンで、そう、あのよく知ってると思うけど、ここでこう消すと、間違えた、擦ると消えるっていう、ね、なんかこう熱で消えてるらしいです。この間ね、教えてもらったんだけど、話してて。だから熱に弱いペンなんですよね、簡単に言うと。さっきとまあ一般的に知られてるので分かると。こっちが青で、こっちが赤。はい、これはね、0.5、 同じです。 0.5 と 0.5 でね、黒も欲しいなって思ってたんですけど、まあ、サラサがあるからいいな、いいかなと思って。でもやっぱ消せる、書いてて途中で消せるっていうのいいなと思うんですけど、消します。こんな知ってるよみんなって感じ。こんな感じで、はい、こすると消えます。知ってるわな。で、そう、さっき言ったけど、こう熱に弱い、弱いっていうか、なんか熱で効いてるらしいんです。効いてるように見えるだけで、こう、あの冷凍庫に入れるとまた出るらしいんですよ。教えてもらったんですよ、ジューリンに。なんかこれ冷凍庫に入れると、本当この線が出てきて、だからやっぱ熱で効いてるだけだから、なんか車のダッシュボード、車の上に、で、車に置いといたりとかしちゃうと、大事な書類とか消えちゃうらしい。ね、だから大事な書類はこれを使っちゃまずい、消えたらまずいものには使わない方がいいとは思います。でも、うちは手紙とか書くときも、また手紙くらいで、なんか書くときに綺麗になるから、こう消せるし、間違えたとき、ね、だからぐるぐるってやんなきゃだし、修正ペンで消すと、なんかこう紙の色と修正液の色、修正テープの色が違うしってなっちゃうのが好きじゃないので、まあこれ使ったりとかしますけど、黒ないんですよ。黒買えよって感じで、黒使ってたんだけどなくなっちゃって、黒の芯を買おうと思ったんです。黒の芯でもう3本入りなんですよ。なんか水色のやつは、あ、こう水色もね、お気に入りだからすぐなくなっちゃうんですけど、これを芯を買いました。あのこの間も言ったんですけど、エコもう芯だけ買おうって、もうケースをボンボン捨てちゃいかんと思ってね。あの、はい、これです。これさ、ずっとなんでこの水色の芯ない、青の芯は売ってる、なんで水色の芯ないんだろうなと思ったら、うち芯を間違えてて、このボールペンの芯はこういうなんか太いやつなんですよね。うち細いフリクションのボールペンの芯探してるところで見つけて、ないな、この色ないな、この色ないなって、なんで他の色あるのにって思ってたら、芯が違った。結構このぶっ飛べのやつなんですよ。ぶっ飛べのこの回芯が売ってるので、これがこいつの芯です。はい、赤とか黒とかも全部、黒もそうなんですけど、はい、芯を買いましょう。ぜひ水性ゲルインク、あの、はい、いくらだったか忘れちゃいました。そうです。でね、うちこれがすごい良かったから買ったんですよ、細いのも。実は普段あの紙に書くように使おうと思って。でこっちはフィリクションボールのスリムの 0.38mm です。 0.38mm のやつも買ったんですけど、なんかね、使い心地があんまり良くないし、なんかね、細くて持ちづらいね。細いのはいいんだけど、なんかこっちほら、ここさ、ラバーついてるじゃん、こっちはね。ラバーついてるついてないが問題。なんかやっぱラバーがあるから買ったわけじゃないんだけど、ラバーがついてる方がすごい持ちやすいんだよね。なんかこっちもツルツルで、なんか書くの楽しくなくなっちゃうの、こっちだと。で 0.38 細くて書きやすいし、うち茶色好きだから茶色でいいんだけど、なんかね、僕はしっくりこなくて、僕はほぼ使ってない。こっちはよく使う。あの、青い字で何でも書いちゃうときがある。手帳に書き込むときとか、細い方がね、書き込むのはすごい楽なんだけども、書きづらい。書いてて楽しくない文房具はじゃあ好きじゃない。だからもうこれは回芯も買ってないし、ほとんど使ってない。あの、無駄遣いって感じだけど、まあ使うときもありますよ。なんかまあペン立てに刺さってるから使いたいときも使うんですけど、やっぱ長時間使うんだったら使いやすいペンが一番いいかなって。やっぱもういい加減に黒買おうかなとちょっと思ってるんですけど、でも大事なね、あのものは消えちゃうっていうのがちょっとねあるので
はい、こんな感じでフリクションのボールペン。あとあの黒で使ってるペンがもう一個あって、これはもう売ってないかもしれないで、結構前に買ったやつだが、ビクーニャ、ペンテルのビクーニャっていうペンなんです。これオレンジのケースに入ってるけど黒です。はい、これね、なんかね、なんか好きなんですよね。なんか好きって、これも書いて楽しい、書いてて気持ち、重ねたら分かんない、ね、普通の黒いボールペン、あのこの間の引き続き黒いボールペンなんですけど、これはもはや情報を忘れちゃったのでなんか載せときますわ。 BX155 って書いてある。 0.5 の太さのやつ、うち 0.5 なんか細いのはサラサを使った時だけはあの本当細いのっていいなって思ったんですけど、それ以外は本当普通の時は 0.5 いつもはいいのしてます。これはねもう結構前から使ってて気に入ってて使ってますちょっとこれまた詳しく載せときますね。編集にこうバーってなんか載せますんで見てください。これでも売ってないかもしれない、でも最近見てないし、これやっぱボールペンとかって新しい、どの昔のなくなってちょっと新しいのに改良されたら昔のやつが売ってないから買えないんですよね、文房具屋さんに行くと。だからなかったりもするんですけど、まあ、お気に入りのボールペンはここでこういろんなもの書くと楽しくなるので、じゃあ文房具にはめちゃめちゃこだわってます。書き心地とか、これはでもそのラバーとか何にもないんですけど、まあザラザラしてるからかな、ここが誰だ、まあ、プラスチック、なんか、こう、ちょっとね、柔らかい素材でできてる。ちょっと柔らかい。ラバーほどじゃないけど、この、こっちの硬いプラスチックみたいな感じではないんです。はい。だからね、なんかこれも書きやすい。でもこれちょっとやっぱ長時間書くと疲れちゃうかなって感じなんですけど。はい。というわけで、2本のボールペンを紹介しました。次はまた違う、ボールペンじゃないものも紹介します。ので、はい。参考にしてる人いるか知らないけど、まあミッドナイトキャッシーなんでゆるーくね、ゆるーく楽しくアップします。はい、じゃあねー、バイバーイ。